はい、じゃあね、2種目目、フラットのダンベルフライ、やっていきたいと思います。で今回は、いつもだったら単純にフライ、ダンベルフライを、1セット2セットって繰り返すだけなんですけれども、今回に限ってはちょっとやり方を変えます。で、ここで、ちょっと独学でっていうか、とある方のね、動画を見て学んだんですけれども、筋トレ YouTuber の山沢博明さんの動画を見て学びました。山本スペシャルフライ、これ山沢博明さんと一緒に共演されているボディービルダーで有名な、山本義則先生、筋肉博士とも呼ばれている方なんですけれども、その方が考案した山本スペシャルフライというのをね、僕もちょっと実践してみようかなと思います。で、それなんですけれども、重いので1セットで完全に追い込むやり方として知られてるんですけれども、重い重量を8レップで、軽い重量を20レップで、さらにちょっと重い重量をさらにもう1回8レップで、また同じ軽い重量を20レップ、重い軽いちょっと重い軽いっていう風に4回、4往復って言ったらいいのかな、4セットって言ったらいいんですかね。1セットは1セットなんですけれども、その間の休憩がもうほぼほぼないです。短いです。短いというかもうないです。ないに等しい。これを重いのと軽いのを交互に繰り返すことによって、1セットで完全に筋肉にダメージを与える。完全に追い込むやり方として知られてました。これをね、ちょっとね、僕の方もね、ちょっと実践してみようかなと思います。なぜあまりやったことがないトレーニングなので、ちょっと、どこかしらくじけるところがあるかもしれませんが、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあまず、1レップ目、呼び方なんて言ったらいいかな。じゃあここでは1往復目、2往復目、3往復目、4往復目って言っている呼び方で言いましょうか。ちょっとすみません、うまい呼び方が見つからないんで申し訳ないんですけれども、じゃあ1往復目、一番重い重量でまずは8レップ目指して頑張ります。次、2往復目いきます。次、ちょっと重いのに変えて、3レップ目いきます。最後、4往復目いきます。
じゃあね、今ね、2種目目、山本スペシャルフライ、終わりました。ちょっとすいません。3往復目で、1往復目20キロで8レップ上げて、その後7キロで20レップ上げたんですけれども、3往復目で、まあ、15キロで試したんですけれども、すいません。4レップまでが限界でした。あれ以上上げようとしたら、ちょっと腕壊れるなっていう、これやばいっていうところだったんで、ちょっとすいません、止めてしまってしまったんですけれども、ね、その後はね、また7キロで20レップ繰り返して、4往復目無事終えたって感じです。これ何が一番辛いかって、20レップやるのが一番辛いんです。最初重いのが来るのはいいんですけれども、その後軽いので20回20レップやるのって結構辛くて、その後さらに重いのが来るとなると、結構まあ、腕の疲労も、まあ、胸筋の疲労もそうなんですけれども、半端ないんですね。まあね、次回はね、またちょっとこれ、日々のトレーニングにまた取り入れて、また次回もね、実践してみたいと思います。その時はね、もうちょっと重さをね、自在にちゃんとコントロールして、ちゃんと上がる重量で、挑戦していきたいと思います。限界を超えて、重さに挑戦していくっていうのはいいんですけども、今回目的がちょっと違ったので、物理的刺激と科学的刺激の2つを交互に胸筋に与えるっていう種目だったので、今回はね、ちょっと目的が違いました。単純に重さだけを狙えばいいっていう、なかったので、まあね、こんな感じでちょっと途中いろいろと試行錯誤して、なかなか重量が上がらないというところもあったんですけれども、今日のね、トレーニングね、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。